大滝御嶽神社は、長野県基礎郡大滝村にある神社。大滝口御嶽神社、御嶽神社大滝口とも言う。基礎御嶽山への山岳信仰に基づく神社。山頂に、奥社、山麓に里宮がある。伝承によれば、基礎御嶽山頂上奥社は、大宝二年品濃国師、高根同期が創建し、ついで延長三年白川少々重よりが、 木曽御竹山へ登山し神殿を再建した。また、一号目里宮者は、文明16年再建、文紀3年再興と記録にある。天明2年に、革命行者が木曽御竹山、黒沢口登山道を、完成4年に、広志館行者が木曽御嶽山王滝口登山道をそれぞれ開き、 校舎を作り継精人決裁による、基礎御嶽山登山を奨励したことにより、御嶽校が全国に広まり、今日に至り、御嶽教の信者が参拝を欠かさない。佐藤宮、十二大権元、八海山神社、三笠山の神社、田野原大国展、頂上奥社の各社殿からなる。御嶽神社大滝口の大滝頂上奥社、社殿主催神は以下の三柱。 国のとこたちの村、大名討ちの命少なびこなの命主催人以外に、ついては、各級の項目を参照。御嶽神社里宮御嶽神社大滝口の里宮に、ある社殿御嶽神社大滝口の7月に行われる、霊体祭御嶽山の歴史、信仰及び、御嶽京を参照。長野県基礎郡大滝村3315番地別殿。ありがとうございます。